モネとルネ知らない？さっきソファーにいたよ。モネたん？モネ、ルネ、どこ行った？バー！どこにいたの？そんなくいたの？バー！どこにいたの？隠れた。最近ここお気に入りなんだよ、モネ。ね、ひっそりそこに座る。バイバイ。じゃあ2人でそこで過ごしてね。そっちの方が平和だから。1時間ぐらい。うわぁ、うわぁ、モネちゃん上手だね、悪魔の割れ方。クリアですか？一番怪しい。一番怪しい。クリアですか？捕まないと落ちるよ、ほら。捕まないと落ちちゃうよ、ほら。ドゥチ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 。ねえ、ズボン脱げた。ねえ。まるでパパ一回脱げたらあげられないのか。ねえ、ルネ。パパ一回下がったらもうあげれないの。やめて。パパのズボン下げるのやめて。ねえ。逃げられたか。あれ足だけ出てる。凶病のワンちゃん。凶病のワンちゃん。凶暴ね。凶暴。めっちゃ凶暴。この凶暴のワンちゃん、こちょこちょに弱いのか。ここで食べたくなってきたよ。ここで食べたくなってきたよ。今日だけですね。ちょっと立ちながら飲んだの。うん。ミルク。うん。お風呂入りした。はーい。手挙げてる。入るらしい。何そのパリピ。これなんか名前あるんだっけ？オクトパス。はい、じゃあ入ろう。バイバーイ。キャー。ジョマナ。タッチ。ちなみに、ルイは寝てます。寝落ちしました。突然の無料。うん、あと5。皆さん、眠るのはお好きでしたか？これでもうルネのジョマナセクチャー終わりです。楽しかったと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。ありがとうございました。おやすみなさい。やっとみんな寝てくれました。やっとだね。嫌がってる自分が映ってんの。じゃあ俺が映ってあげるよ。やっと寝てくれました。こっからはのんびり自由タイムです。もう一度やらなきゃいけない言葉があるから。頑張りましょう。うーん、見て、可愛くない？いつからこの家にあったの？え、もう結構前から。前からだった。てかもうさ、早くない？12月さ、終わるよ。めっちゃいろいろなことがあったね。どうだった今年？え、結構駆け抜けたんじゃない？私は自分の服をコラボだけど、うん、
まあ、みんなに届けることができて、で、私スケジュール見てたらもう7月からやってたの、マナ、うん、なんか初めて自分で自分の仕事をめっちゃ本気でこうフォーカスしてやった年だった、うん、やっぱさ、自分のさやりたいことをさ仕事にするのってめちゃくちゃ大変だしさ、うん、なんか大丈夫かなってなるけどさ、やっぱ楽しいよね、 YouTube とかやってても、ね、確かに本当に好きなことだけして今は生活できてるもんね。うん、でマナたちはちょうど9年ぐらいか YouTube やってるけどさ、うん、やっぱなんか不安なこととかもあるじゃん、うん、で周りの友達とかもさ、うん、このまま同じ会社でいいのかなとかさ、うん、収入低くて貯金できてないなとかさ、うん、貯金とか将来のこと考えてお金のこと、うん、貯めなきゃなとかいうのは大事だとは思うけど、楽しんで仕事するのが一番いい気がする。どっち派？いや絶対その歯の感がずっと気になって絶対さジョン言いたかったよね、うん、めっちゃ言いたかったけど、マナもそうだから、見てくれてる人たちもまあ結構 DM とかでもマナいただくから分かるけど、そういう人多いと思うの。そうで前に WeRuby っていう紹介したじゃん、うん、ウェブデザインとか動画編集とかの無料のオンラインイベントのやつを紹介したんだけど、それを紹介したら結構好評で、うん、私のあの DM とかでもあの主婦の方がやってみましたとか、これを機にスタートしましたとか、そういうのめっちゃいただいたのね。言ってたよね。そうそうそう、なんなら身内とかもさ、そう気になってたもんね。そうなので、まだね参加してない方とかはぜひこれを機にまた参加してみたりチェックしてみてほしいんですけど、 DM 来た人はね主婦の方だったんだけど、まあ、育児の合間に副業デビューしたいとか、在宅ワークに興味あるけど何から始めたらいいかわからないとか、そういう方に参加してみてほしいです。そう、特に、まあ、女の人が悩みやすい私生活のことと働くことの両立についての話だったり、将来の働き方についても考えられるイベントなんだよね。なんか物音がして見に行ったらマナがリアリびっくりしたね。普通に お腹空いてるし、待って、食べずに寝たもんね。食べる、うん、座ってパジャマ着てきな、パジャマ着てきな、モネ起こさないでね。あんなびっくりしたの久しぶりなんだけど、めっちゃびっくりした。今マナちゃんはね、ルイが食べ損ねたご飯を調理しております。でね、ウィールビューはねオンラインイベントなんだけど、前の動画でも言ったと思うけどカメラオフでよくて、メイクしなきゃとか髪型直さなきゃとか、こんな年の状態でも、うん、そのセミナーに参加したりすることができるんですよ。そうなんですよ、これ強いから。カメラオフでもいいっていうのを、マイクもオフでいいよね。そうそうそう、カメラオフでもいいしマイクオフでもいい。家事の合間にね、本当ラジオ感覚でウェブデザインのこととか動画編集で、まあ、どう副業をするのかとか、そういうのね気軽に聞けるんだよね。で、まあ、それでね聞いてみて、まあ、興味があったり、まあ、実際にねやってみたいって思うことがあれば勉強してね、自分のスキルアップにもなるし、まあ、これもね前に言ったけど、本当なんかパソコン詳しくない人も全然 OK で、なんかなんならその未経験な人向けの内容だから、パソコン苦手な人全然問題ないんだよね。在宅でねお仕事をする方法を知れる、まあいい機会だと思うし、聞いてるだけでもさやる気出てくるしさ、うん、これだったら私にもできそうって思えるからめっちゃいいね。まあなんたってね無料だから、聞かないよりかはもう聞いて、うん、まあ自分の今後のね仕事とかに活かしてほしいなと思います。何をそんなにニヤニヤしながら食べてるの、こんな夜にも切れて幸せ。うん、もう一回横向いて、
そのルイのこのほくろめっちゃかっこくれ。それまだいつも言ってんじゃん。この三角に点々点ってある感じ。だけどな、泣くんだよな。算数と国語どっち好き？国語。国語の方が好き？うん。でもなんか算数得意じゃない？うん。ね。どちらが好きって言われたら国語かな、漢字だから。ママも漢字やんか。なんか二人とも算数好きそうなのに国語好きなんだ。ママ全然算数好きそうに見えなくない？将来何になりたい？スパイダーマン。スパイダーマンになりたいんだ。うん、だけど友達になれないよって言われて。なんで笑ってんの？じゃあスパイダーマンじゃなかったら何になりたい？チーター。チーター？じゃあゾウ。ゾウ？今日はナイトルーティーン撮ったら。あ、今日ナイトルーティーンなんだ。俺が来るのもルーティーンに入ってるんでしょ。そう。今、ちなみに3時22分です。遅いよね。俺今日徹夜で一つ終わらせないといけない仕事があって。うん、十分徹夜。お風呂に入ってきました。じゃあそろそろ動画を締めますか。そうだね。いかがでしたでしょうか。ナイトルーティン今日の。まあいつもとそんな変わらないんですけど、先ほど紹介したウィールビー、まあ私と同じような悩みを抱えているママさんだったり、キャリアに悩んでたり、副業を考えている女性にもおすすめなので、一度気軽に見てみてほしいなと思います。まあ無料だからね、そこがなんか始めやすいよね。まあそしてね、今回もコラボということで、普段ジョンマナをね、見てくれている方たちのために、ジョンマナ専用枠を100名様分用意してくれたみたいです。まあね、人数に達し次第受付終了ということなのでね、まあ前回ねタイミング逃しちゃった人も、まあ、もしくは今回ね気になった人も概要欄の URL からチェックしてみてください。100名様分早物勝ちみたいな感じなんで、早物勝ち前回ね結構多かったからね、まあぜひ皆さんもね自分の好きなことをしてお仕事してみてください。後ろで車通ってんのかなみたいな。確かに。はい、ということでまた次回のナイトルーティンで。あ、本気本気。じゃあ皆さんまた次の動画でお会いしましょう。バイ。